チャラリンコクッキング。はい、チャラリンコ、今回はね、もう新玉ねぎです。新玉ねぎだけあればいいです。ね、今回はもう新玉ねぎだけで作る、もうね、簡単おつまみ、新玉ねぎ餅を作ります。これがね、美味しいんですよ。で、まあ大根餅みたいにね、干しエビとか、ベーコンとかネギとか青ネギとかの味の濃いものをね、入れて作ったりしますけど、今回はね、和風テイストです。和風テイストのもう混ぜて焼くだけ簡単なね、玉ねぎ餅です。玉ねぎの旨味を生かした、美味しさ、ぜひね簡単なんで作ってほしいと思います。はい、じゃあね、新玉ねぎ、これね1個、250g ですね、薄皮1枚剥いて、で水でよく洗ってあります。これをね芯取ってやって、で、まあ粗みじん、まあ、みじん切りは面倒くさかったらもうフードプロセッサーでもいいですし、もうスライスでね大丈夫です。もう普通にスライスするぐらい、多少こう太くてもね問題ないです。もうザクッとっていうのもね、食感が残った方が美味しいんですよ、新玉ねぎなんで。新玉ねぎの場合はもうね食感を残すぐらいで、これで3箇所ぐらいザクンザクンとね、こんな感じで OK です。ザクンザクン、そしたらこれラップして、ラップしてレンジ600ワットで2分チンします。600ワット2分、これでね、600ワットで2分チンしました。これを見てみよう。あ、いいね、ちょうどいい。玉ねぎから汗かいて少ししんなりした感じ。はい、ベスト。これぐらいがね一番いいんですよ。これぐらい、こんな感じ、半生状態、半生状態にするというのがポイント。はい、でもう簡単なんですよね、すごく。味を入れていきます。で、これからね、今回のポイント、安丸だし、ちゃちゃちゃーん。はい、これ僕のね料理動画でよく登場します。体調一押しの、僕の一押しのね、四国で一番売れてる、安丸だし、だしパックです。はい、これがね、本当にね、だしにも使えるし、調味料にもね、いろいろ使えて、便利です。これ本当便利ですよ。美味しいし。これをね、袋を破って、小さじ2分の1ぐらい。このぐらい、小さじ2分の1ぐらい。入れます。みりんをね、小さじ2分の1。小さじ。お醤油を小さじ2分の1、いっぱい入っちゃう。で、あとね、ちょっとこれでちょっと味をね、味をなじませて、で片栗粉がね、量によってね片栗粉の量が変わってきます。だいたい大さじ3杯ぐらいで、これよく混ぜてください。はい、片栗粉が大さじ 3.5 入りました。はい、あともう焼くだけ。これフライパンに入れて、あれ動画撮れてなかった。これ中身油とごま油を小さじ2ずつ。だからなんかカメラ回ってなかったですけど、ちょっと材料ないから取り直せないから、生地を入れて、中火でパリッとする感じで、表面がパリッとなるまで焼いていきますと。カメラがなんか途中で最近止まんだよな。はい、でも焼き色がねついたらもうひっくり返します。どうぞ。さあ、いいんじゃない、玉ねぎ餅。でも両面ね、カリッと焼けたら OK です。超簡単です。カリッと。餅。このね、ごま油の香りがまたいいんですよ。玉ねぎだけで十分うまい。何もいらない。安丸だしがうまいから。よし、OK。じゃこれでもうね、完成。切るだけ。切って盛り付けるだけ。よっこい小1、はい、よっこい小1と綺麗に焼けた。はい、であとはもうこれをね適当にちょっとこんな感じで、少しね表面がパリっていう感じにはあんまならないけど、まあもちっとしたね焼き色をつけてもちもちってした感じ、これ美味しいです。何もつけずに食べれる大根餅みたい。
はい、じゃあこんな感じですね。ちょっとね、緑がなかったんで、明日葉を添えて和風のね、玉ねぎ餅の完成です。わけぎとかあったらね、小ネギとかちょっと小口ネギちょっとやっとってですね。で、ちょっとね、僕胡椒だけ上からかけます。ちょっと胡椒を効かせて、玉ねぎと胡椒合うんで、で、もうほんとこのまま、まあ酢醤油とからしとかね、酢醤油とラー油とか、あとみたらし団子のタレとかね、ちょっと甘めのタレで食べるとおやつ感覚ですよね。で、いただきます。こんな感じです。もちもちです。玉ねぎ餅いただきたいと思います。うん、美味しい。もうめちゃこれからすごく美味しいです。もう玉ねぎのね、旨み甘みが生きてますね。まあ、他に干しエビとかベーコンとか、ね、干し椎茸とかクリパシャとか、こう味の濃いものをグッと入れるともっとね、味が、まあ、美味しいなんかこう大根餅みたいな感じになりますけど、逆にこの玉ねぎだけっていうのが玉ねぎの味を最大限楽しめるレシピになってます。本当にね、玉ねぎの甘み、新玉ねぎの甘み、旨みがもうね、お餅になってるって感じですね。本当に美味しいです。で、鶏ガラスープ使わずに、鶏ガラとか使わずに、もう魚、魚系の安丸だしで作ると、またね、玉ねぎの旨み、感じ方が違います。はい、です。もちもちです。で、今回は、やみつき新玉ねぎね、やみつきの新玉ねぎの、餅、新玉ねぎ餅、ね、材料一つだけ、混ぜて焼くだけ、超簡単、ね、紹介しました。ぜひ美味しいんでね、玉ねぎしかないわって時に、ぜひね、作ってみてください。簡単の節約レシピ。これが美味しそう、やってみよう。少しでも思っていただけたら、ぜひチャンネル登録、いいねボタン、ポチリンコお願いします。それではまた見てね。